はよう。これ出したことにすぐ爪研ぎをする。大丈夫じゃん。おちゃん、おはよう。おはよう。昨日もらった円盤状のやつ出そうか。ほら、しまうときこんなにコンパクトだよ。これね、外さないで裏返しただけなんですよ。はい、ね、今ちゃんとですね、クッションちょっとびっくりしたね。これをですね、これを持って反対に向けて、あれ、はい、こんなになりました。違うわ。見せられなかった。そうか。おちゃん。片手ではやりにくかったです。両手を使いましょう。うん。パンちゃん。昨日ずっと寝てたよね、その中でね。うん、今は眠くないのかね、もしかして。ちょっと人が起きてきたから遊んでもらえると思った。はい。開いたからね、また入ってね。はい、頑張りましょう。ポンちゃんじゃなくてジャンク後ろにいるよ。ジャンク、おはよう。ジャンク、おはよう。ジャンク、実は昨日寝てて知らなかったろうけど、いただいたんだよ。はい、そうか、ポンちゃんがある程度使ったら安全だと思って入るのね。はい、そういえば朝一番に自転車の鍵をもらいに行かなきゃ、もらうっていうか取っといてもらってるからね。電話をしたらあるよって言われたので、行ってくるね、行ってくるね。次亜鉛素酸水ももらってくるね。はい、ジャン君発見したね。ジャン君、あ、仲良くしてはる。何かなと思ったでしょ。何かな、あれ、はい、慎重派。入った気にはなってるのにね。ジャン君、はい、うん、今ちょっと出てきたら自転車で、自転車の鍵の回収とコンビニで冷やし中華を買ってみました。老人性初めてのお使い第何弾か、このセブンイレブン7個これやってきました。大変でした。むずいよね。あのね、もう店員さん男の、若い男の子だったんだけど、初めてやるんでお願い教えてって言って、ちゃんと言って、お母さんがそう言いなさいっていうふうに言ったから、レジですいません初めてですって言ってやりました。でここに当ててくださってね、これあんまり入ってないと思うんですよっていうことを言って、でじゃあ、ピッてやってくださいって言われて、そしたら600円ぐらいしか入ってなくて、1680円のが買えないと。で、1000円ここに入れればいいんですか、いやチャージを押してくださいって言われて、そうそう、でチャージをして支払うっていうボタンがあったので、それを押してくださいって言われて押して、で1000円入れろって言うから入れたら、もういいのかと思ったら、だってチャージをして支払うって書いてあるからいいのかと思ったのね。でこれピッてやろうとして、あ、今のはチャージが済んだだけですからっていうことで、今度支払いをまた押してだって。
で、これをピッてやなんか、ね、何回かピッピッピッてやりました、無人でも行けるように将来なるっていう割には手間かかるな、その前に注意事項。僕は自転車で着いた時に車が2台止まってたのね。あ、やべえな、人がいるなと思って中に入ったら、2人ぐらいお客さんがいて、その人の動きをよく見てですね、でもう中華、冷やし中華を3つ抱えていたんだけど、女の人がレジに進もうとしていたので、何食わぬ顔で何かを探してる風を装って時間を潰しました。その人の前に行ったらやべえなと思ったので、その人が終わったら、もう一人の人はよく見えなかったので時間かかってもいいだろうと思ってですね、やりました。でバックバクで、心臓バクバクで、帰りに自転車で車道に2回踊り出そうになりました。なんかね、そのことばっかり考えてると赤なのに前出ちゃったりとかしましたよ。生きて帰ってこれました。初めてのジジイのお使い終了。そしてミラクルです、残高ゼロになりました。ちょうど1600なんて書いてあるかわからないけど、84円だね。1684円の684円入ってたみたいですね。で1000円をチャージしてゼロになったの。俺には全く見えない。すごいね。ということでございました。はい、ミラクルを起こしたジジイの一人で買い物に行けるようだけなんだけど、そんなやつでした。さっきここ入ってたじゃん、生配信中入ってましたよ、ジャン君。はい、よいしょ、いいよ、こっちですか。また回るな。はい、ジャン君、ポンちゃん、また今日も夜になりました。朝が来て夜が来る、この毎日です。ジャン君、うい、ジャン君入った。どうですか、いい感じ。ここにポンちゃん、無理か、ちょっと狭いかな、二人では入れなくてもいいかね。ポンちゃん、ジャン君も入りましたよ。これはポンちゃんがここに癖をつけてくれたおかげですよ。ジャン君はそれを見届けてから入るんだもんね。はい、いつもいい関係性です。